これも派手じゃん。これもかな。もうそれ直接でもいいやん。やすごい。この前。一般か。これ。引かれんよ。そんなに。じゃあ。海の底でゆら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 大きくなって、今日は人数に合わせてちょっと間引いてね、大きくしたり、よかったよ、こんなんだってないです、あんまり引き上げるから、そんなにあげません、もう最後にもう終わった時にロープを片付けるには持ってきますけど、引き上げるって普通ないんです。また綺麗な緑になるんですよ。例えば。
ちょっとこう切りますよね。こんな感じに。これを細かくこう刻む。本体茹でる、あの水洗いした方がいいんでしょうけど、うん、入れるとですね、こんな綺麗な緑に一瞬で一瞬で変わります。これでいいんです。さっともう熱湯に茹でる。これをポン酢とかポン酢で水で食べれるんですか。食べれるんです。でこれが実はものすごく粘りがたくさんやったらわかるんですけど、これがあのメカブです。これメカブ、これわかめ、はい、これはメカブで、これはわかめの、ね、根っことかをメカブ、メカブこうなって、ここもメカブっていいんですか。これは軸かな。軸は茎、軸は食べれやん。これはまた佃煮に、佃煮にコリコリして美味しい。で葉っぱは普通にしゃぶしゃぶ味噌汁ね。全然違うんですね、うん、このわかめもね、すっごい綺麗な色になります、うん。